ストーンズの松村北斗が、12日放送のラジオ、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送、毎週土曜夜23時30分に出演。自身が声優初挑戦となる映画、すずめの戸締まり、公開中、を、お忍びで見に行った時のエピソードを語った。松村北斗、すずめの戸締まり、お忍び鑑賞、すずめの戸締まり、について触れた松村。公開日当日の24時から始まる最速上映会に、私行ってまいりました、とお忍びで行ってきたことを告白した。バル、完成したものを見るのは2回目だが、それでも涙を流すほど感動したという。また、舞台挨拶もない普通の上映会だったのだが、終わってから誰も観客が立たずに、拍手している様子に、すごいなぁ、と感激したことを明かした。さらに、その拍手の最中、突然客席の左右から取材カメラが入ってきて、なんだなんだ、とざわついたという。すると、新海誠監督が、皆さん、今日はこんな夜遅くにメモリアルな回をありがとうございます、とサプライズで登壇。これには何も知らなかったという松村も驚いたそう。バル、さらに新海監督が、今日は僕一人なんで写真を撮ってください。どうぞ、と言い撮影会が始まったため、松村も携帯を取り出し、自撮りで僕のドアップと小さく映る新海誠監督を撮って送りました。新海監督に、と語った。